レンズアイズミのフィールファイン TV、 おはようございます。ただいま朝の、ここなんだっけ、浜町アーケード駅、ここから余計と、はい、ホタルジェに通りました。少ししか乗りませんけど、はい、あ、昨晩ですが、動画昨日の前半編公開して、後半編の編集があともう少しで終わるというところで10時ぐらいに寝落ち、そして今朝5時に起きました。7時間睡眠ですね。だいぶ寝られました。最近睡眠が短くなっております。年を取ったせいで、ということで、で、昨日の後半の動画先ほど公開しまして、シャワー浴びてチェックアウト、12時間ちょうどの滞在でした。はい、お隣メガネ橋駅でおりました。正直信号待ちとか考えると歩いた方が早かったかもしれませんけど、ただですからね。はい、未来見送ったところでメガネ橋におりまして、メガネ橋へ向かいましょう。本日唯一の観光でございますね。こう昔にぎわい橋っていう駅だった気がしますけど、メガネ橋になってます。まあ、昨日のね、ソーフィスと同じになってますので、同時に解明されていますよ。はい、メガネ橋電停から100メートルちょっとですか、袋橋ですかね、ここはね。はい、というわけで、あ、ちょっとここだとメガネにあんま見えてないですかね。はい、はい、メガネ橋でございますね。来るの2度目です。米沢にとってはね、メガネ橋といえば小学校の、校内放送でよくかかっていた倍賞千恵子歌、柳瀬隆作詞、長崎メガネ橋です。あれをなぜか思い出すと全く意味わからず涙が出てきてしまいます。てか今出てしまいました、なんでだ。はい、ザボンみたいな朝日だな、残念ながらザボンみたいな朝じゃないですけど、はい、ということでね、まあ柳瀬節全開の歌詞ですけどね、あの時から変わってないんだね。なぜ泣けてくるのか分かりませんが、長崎メガネ橋にしたかんだ、もうダメだこりゃ。はい、まあせっかくなんでメガネ橋当たっときましょうね。なんか声がいるよ。はい、これね、江戸時代は石段、こう階段だったそうで、人力車を通すためにね、その後このようにスロープっていうかね、にかけられたんだけど、まあ石段の跡が、まあ、出てきたってことでね、これ復元したという、一部復元ってことで、ここが石段になっているってことですね。はい、まあ、それで渡りました、メガネ橋。特にこの橋自体を渡っても何の考えもないんだよね。歌を思い出すと涙が出てしまいますね。はい、さあ、というわけで一旦渡って、また渡って戻りましょう。今日この後は、あれですね、ロングシート指定席のと大村線のレポートで、多分それで前半になると思います。はい、本当涙が止まらんわ。さあ、というわけで公会堂駅ですかね、公会堂前駅ですかね。はい、ここも変わってましたね。市民会館になってました。公会堂前ではなく市民会館駅から長崎電気と三景と赤坂行きで長崎駅前まで乗りましょう。改名された駅ばっかりだね、赤坂行き。はい、というわけで長崎駅前ありましたね。ポイントの通過はいつも燃えますね。はい、終わりました。
そのままこの旅名人の九州満喫切符、こちらでロングシート指定席に乗ってまいりましょう。仮設通路通って長崎駅ですね。まあ、こうなんか式典っすかこれ、ね、待合室も新幹線用ってことで開放されております。同様ですね、こちらの自動切符売り場も同様でございます。はい、昨日は昼は大にぎわいでしたけど、さすがにこの時間は閑散としてますね。路面電車が混んでたのとは対照的です。列車が来れば混むんですかね、通勤だったらいいですかね。はい、ということでちょっとドリンクをファイマで買ってからしましょう。ファイマでモンエナゼロカロリーとゴゴティ無糖を買いました。何にしましょう。はい、これ今日の日付もらってます。はい、これの出てますね、快速有田冬季1号上有田駅。上有田という謎の行き先はですね、謎でも何でもないですけど、はい、乗りましょう。有田冬季1 20号です。20号って中途半端の号数がこれだけついてるのは指定席を発売する都合ですね。はい、そして3連で、1号車が自由席、そして2、3号車が指定席と、まあ、僕聞いております。あ、3号車指定席、分かりやすいですね、これですね。はい、ということで、あ、シール貼ってありますね。そしてこのボックスも売られてるようなんですけども、ここでもあれだよ、あのバツついてた駅のやつは。さあ、お水がありまして、はい、一応定員通りではさすがにないっていうんですかね。私の席ここでございます。はい、1号車自由席来てみましたけど、指定席より過ぎるというね、お約束の結果でございます。はい、ここのボックスシートの方が料金無料で明らかに格がいいようです。2号車の一番見てみましょうね。3号車から買ってんのかな、ね、こんな感じですね。まあ明らかに3号車が一番混んでるとかね、ある意味お約束パターンではあります。あ、向こうに貴重な電車が走っております。9月で亡くなってしまうやつですね、415系。あ、そもそも国鉄の車じゃないか、どんだけ古いんだって話ですね。有田東京1号上有田駅です。お待たせいたしました、まもなく発車いたします。次は引き継ぎに変わります。本当みんな裏紙通りやね。それどおりご注意ください。よく考えたら YC1 の列車に車掌さんが乗ってるのも珍しいよね。そして発車の時にエンジン音がしない謎のディーゼルカーってことでね、まあ、今も天井に積んでるバッテリーの電気で走っております。あ、点火しましたね。走り出しの粘着力はもう電気でやるの。やっと普通のディーゼルカーっていうか、むしろ普通のディーゼルカーでうるさいんじゃないかって感じしますね。これ失礼しました。三河市有田周辺上下田順に停まります。列車は今から3号車、2号車、1号車の順に繋いでおります。本日3号車、2号車は指定席となっております。指定席にご利用のお客様、号車番号、座席番号をよく確認の上ご利用ください。また座席のご不明のお客様、近くにいます係員にお尋ねください。1号車は自由席です。この列車の運転士は熊本、車掌は山本です。安全運転とご案内に努めてまいります。次は引き継ぎに停まります。引
プロニュースナイフだお知らせください。新線に入ります。ここは旧線です。そしてこの新線トンネル内でね、ボーリングのとかトンネルの壁を突き破るという大惨事が発生したやつですね。特急のカモメの全焼が破壊される。諫早駅を発車しましたね。ということで、ここも降りないうちに教場駅になってた。これ一昨年の夏にあの三急パスで回った時に、脇に眺めましたね。高速バスからね、まあ新幹線の駅はどうなってるかさっぱり在来線乗っててもわからないっていう当たり前なんです。そしてここからついに大浦線ですね。大浦線入ると車窓が綺麗だよ。ついにやってまいりました。大浦湾に沿って走りますよ。ここからは先ほどに着きます。降り口は左側です。
開くドアと足元にご注意ください。先ほど出せますと次はその右に止まります。次はその右に変わります。閉まるドアにご注意ください。ではその日に終わります。 IC カードをご利用のお客様にお知らせいたします。これから先 IC カードはご利用になりません。 IC カードをご利用のお客様、後ほど車掌が車内に参ります。ご支度ください。次はその日に終わります。
はい、これで大村線の海沿いの区間すべて終わりましたね。さあ、あとは廃棄から薩摩線に入ってゴールまで一直です。はい、廃棄駅に到着して、4分停車中でございます。ここまでで大村線全区間を乗り通しておしまいですね。ここからみんな自由席に乗ってくる方がいっぱい乗ってきてますね。そもそも指定席2両に乗ってる方もね、まあ、そこそこ乗ってますけど、ほぼ全員が陶器市に行くガチ勢です。陶器市に普通に行くと鉄オタ少し。それでね、ここで大村線終わりで、ここから佐世保線になりますけど、ここを直進する列車は、お隣のハウステンボスから来る特急ハウステンボスの電車以外には定期がありません。みんな全鈍行とか普通列車は全部ここでスイッチバックして佐世保に行くんですね。そういう点ではこのね、肥前山口側に行く、まあレアな列車ことは言えます。まあそれを通してもね、撮ってもここで4分停車してカメラ回して意味わかんない解説で解説させていただきました。何度も。これ昨日乗ったやつですね。そう、昨日そう、ここで、そう、これと交換するって言ってたやつでね、ちょっとした鉄オタの方からいいじゃないですね。朝一頑張ってください。はい、皆さん神有田まで乗らないで有田で降りちゃうんだね。私根本的にこのお祭りのことが分かっていないために、こういうことになんで疑問な、降りるのかが分からないっていう謎状態になってます。逆に乗ってくる人もいるけど、絶対指定席券買ってないですよこの人たち。次は上越に降ります。乗り通してください。乗り通してる方も中にはいるみたいなんで、はい、ちょっと謎です。はい、終点神田駅です。ここで乗ってきた人は本来はダメなんですけどということで、金さん、係員さんが特別に許可してます。神有田駅です。はい、あ、結構降りてました。はい。さあ、というわけでここで1時間ほど時間を潰して、その後普通に都市駅に乗って、今日は博多に戻るということになります。2番乗り場到着の列車、回送列車となります。ご乗車になれませんのでご注意ください。というわけでご視聴ありがとうございました。本日の前半編ここで聞きたいと思います。後半編は秋猫の神有田駅のご紹介から始めようと思います。チャンネル登録よろしくお願いします。トンネルだとこの駅舎の紹介は後半の冒頭で行います。